どうもー、トリナツメダンサートです。ホラーゲーム企画から進め第469弾はこちらのゲーム、トランスミッションやっていきたいと思います。こちらのゲームはですね、自分の家族が殺されてしまった事件を操作する男の物語を描く短編ホラーゲームになります。モノクロ調が特徴的な世界観で、彼は一体どんな恐怖体験をするのでしょうか。ということで早速やっていきましょう。スタート。トリツメ。さあ、ということでじゃあやっていきましょうか。メニュー画面もなく突如スタートしたのは、自室かな、どこなんだろうね。今俺が収録してる時間がそのまんま表示されてるわ。なんか気味悪いね。結構こういうさ、メニュー画面ないホラーゲームってなんて言うんだろうな、その技術デモみたいな感じで作ってるから、まあメニュー画面作るのもね、ゲーム開発者の人も大変なわけですよ。個人とかでやってたりすると、まあだからそういう面でね、単純に作れてないっていうパターンの方が圧倒的に多いと思うんだけども、意外と俺ね、このメニュー画面なしでバーンと世界にいきなり放り込まれる感じ、ホラーゲームとのね相性はいいんじゃないかなと思っていて、なんかいきなりこうその世界にね突入する感じ怖いですよね。シンプルになんか時間経過とかで起きるわけでもなく、まずこの部屋から脱出をしてみたらいいのか。こう右クリックでズームインができるんだけど、これを使って謎解きをしていくみたいです。まずそしたらどこだろう、ここ隙間空いてるとかってわけでもないもんね。手がかりがいろんなところにあるらしいのよ。なんか白く光ってるように見えるけど、気づかな、なんだろうね。わ、怖いな。このズームアップした途端に何か起きたらマジで叫ぶと思うわ。あ、ラジオ、なんか上にラジオあるね。ラジオだよね。あ、違う、船の模型でした。もう違うものに見えてきちゃうね。窓の外かな。おお、うわマジか。窓の外なんか覗きたくないよって思ってたから、なるべくやらないようにしてたけど。あ、待って、ループ?え?同じ部屋の作りしてない？気味悪いね。また窓の外を見てみようとしてみると、まあ当然開かないと。やだな、このパターンはマジで怖い。結構がっつり寄るもんね。ガンガンやっていこうか。今度タンスかな。なんでタンスで、赤ちゃん。開いたね。隣行きますね。やだな、ちょっと PT 長じゃん。もう赤ちゃんの泣き声なんか入れ出したら一番良くないんだから、赤ちゃんの泣き声なんか。あ、なんだなんだなんだ、壁に文字がわーっと書かれてる。これかな、さすがにそうだよね。で今鐘の音みたいのが聞こえたよな。あ、なんだなんだ、ノイズ混じりの音、非常に気味が悪いが。待って、近寄ってきてんのか、何なんだ。ズームアップするよ。あ、あれか、反射してんのここの時計か。あ、でもそれがなんでなんで。おーおーおお、開くんかい。ドアになんで時計反射してんのって思ったけど、そんなことお構いなしにそっちに導いてくるのね。暗闇にも程があるだろう。あ、反射してんじゃなくて隣の部屋の時計が見えてたのか。どういうシステム、怖っ。とりあえず電気はついた。いやもうやだな、音がちょっと PT っぽいんだよね。絵は関係ないのかな。最近さ、ネットフリックスでミッドサマー、映画ミッドサマー見たんですよ。なんかちょっとそれも思わせるような雰囲気あるな。スウェーデンの広大な大地みたいなね、それすらも不気味に思えてくるよね。窓の外ではない。あ、なんかラジオある。いつの間に、これだね。いや不気味だな。何を拾ってしまってんだろう。あ、その家族の殺人事件に関してのニュースかな。ね、そんな感じだよね。このノイズ混じり本当に嫌だ。とりあえずニュース終わったかな。さあ、じゃあとりあえず扉は開いたわけだから、隣の部屋入っていこうか。怖っ。いやマジかよ、もうこの永遠にこの、うう、トントンってループする感覚本当に怖い。何度やっても怖い。ほう、なんだなんだ、扉が開くわけじゃないのか。何、もう誰、扉開け閉めしてんのは。あ、
そこの扉も、あれ、バスルーム？うわー、血だらけだ。あー、自殺したのか。 Don't turn back now。 おお、あ、なになになに、いや、マジで PT なんだけど。ちょっと皆さんもイヤホンしてみてください。これはやばい。リサの鳴き声みたいのやめて、マジで。うんはんじゃないのよ。出るよ。あ、元来たドアが閉まったんだね。もうめっちゃ拾ってるじゃん、何かを。どうしたらいいの？あ、なんだ？花がいっぱいある。死者への供物か？怖っ。ズームするよ。中に入ったらいい？ああ、なんだなんだなんだ。You passed。 え、脱出したの？え、ちょっと待って。このゲームね、今、クリアした瞬間強制終了と同時に、とある動画が、なんか、勝手に YouTube で開いたんですよ。まあ、それもちょっと怖い話だけど、まあ、そういうプログラムが組んであるわけだよね。一応動画概要欄の方にその動画の URL 記載しとこうと思うんですけども、タイニー・ティムさんっていうアメリカの歌手の方の曲が流れるんだよね。で、その曲の歌詞をちょっと翻訳してみたんだけども、なんか別にこのゲームとめちゃめちゃ関わりがありそうとも思わないんだよ。でもなぜこのゲームが強制終了した時にこの曲を流そうと思ったのか。そしてこのゲームのタイトルトランスミッションっていう意味は、まあ、伝線とかそういう伝達されるもの、メッセージとかっていう意味合いがあるわけですよ。これは何っていう、なんか変な恐怖感ありますよね。まあ、ホラーゲームっていろいろベタにね、バーンっていう恐怖演出とかあったりするけど、このゲームに関しては最後の最後で、なんか謎めいたメッセージ、そういうものをまさにこう送ってきてるなっていう感じがしました。ちょっとさっき言ってたその歌詞、一応軽く翻訳したのを読んでいきますね。夜の影が忍び寄り、柳の木は泣いている。老人も赤ん坊も眠りについている。星は銀色に輝き、ただ一人で僕は企てる。君をここから連れ出すという企み、愛しの君を。続く歌詞こんな感じになってます。さあ忍び足で窓を抜けて、その窓には僕がいるよ。僕と忍び足でチューリップ畑を通り抜けよう。忍び足で君の枕元から柳の木陰まで、僕と忍び足でチューリップ畑を通り抜けよう。膝の高さまである花畑を僕らは歩き、影に姿を潜めていようよ。そして畑で君をキスし、月明かりの下で、君は僕を許してくれるなら、さあ忍び足でチューリップ畑を通り抜けようよ。何それ、もうよくわかんない、ただのラブソングみたいのを流すのが逆に怖いんだけど。もう一回やった上で最後にまたあの動画に飛ばされてしまうのか、そこだけちょっとチェックしてみよう。ここだよね。ここでとりあえず今クリアしたんだけども、怖っ。もう鳥肌止まんないんだけど。ゲームが強制終了する。わ、やっぱ YouTube 開く。ちょっと著作権的にその音楽の方はうちの動画では流せないんですけども、よかったら動画の概要欄からチェックしてみてください。ちょっとマジで解読班求むって感じなんだけど、何このゲーム、怖っ。ということで今回は得体の知れない怖さを感じるトランスミッションというフリーホラーゲームの方で遊んできました。またこんな感じでいろんなホラーゲーム実況しようと思ってます。そういった動画気になる方はぜひチャンネル登録して鳥の爪団に入団してみてくださいね。グッドボタンの方もよろしくお願いします。ということで今回はこの辺で、また別の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。